ラムネと一緒に冷やしときました。台車に乗せて温風を当て、実験体ガンマを起こします。下肢を見つけると、粘り気のある体を器用に使い、スムーズな移動を実現。変幻自在の両腕は、段差をものともせず、包装も何のその。吸収した下肢を内臓まで運び、まずい成分は体外に排出されます。食事を終えたら、さっと火炙り。ありがとう。乾燥させて、核は取り除き、再利用できます。残りをチョコレートで包み、溶けた体をかけ、粗塩をトッピング。味は、まだまだ改善の余地がありそうです。